晴れの日が多く温暖な晴れの国岡山。穏やかで多様な自然に恵まれています。果物王国岡山、中でもブドウと白桃は岡山が誇る最高品質のまさに芸術品。果物の女王、マスカット・オブ・アレキサンドリア。透明感のあるエメラルドグリーンの粒は気品漂う宝石のよう。岡山県のマスカット作りは130年の歴史があり、全国一の生産量と品質を誇っています。ピオーネの種なしの技術は岡山で開発されたもので、こちらも生産量全国一です。種なしで皮ごと食べられる期待の新品種シャインマスカット、人気急上昇の次世代フルーツです。白色に薄い紅がかかった姿が美しい岡山の白桃。この白さの秘密は岡山ならではの袋掛け栽培。果実に一つ一つ袋掛けを行い、大切に育てることでとろけるような食感の甘い桃になります。岡山ではブドウと白桃をふんだんに使ったフルーツパフェが大人気。産地ならではの贅沢です。そして晴れの国の晴れの日メニュー、岡山の豊かな食材を豪華に飾りつける岡山ばら寿司。朝日はコシヒカリなど美味しいお米のルーツとなった岡山だけで生産されているブランド米です。キニラは岡山が全国の生産量およそ7割を占めています。ほのかな甘みは一度口にすると忘れられない食材です。潮の流れが速い瀬戸内海で獲れるマダコ、身の締まりが良いと評判です。瀬戸内の小魚ママカリは秋は脂が乗り最も美味しくなります。晴れの国岡山は恵まれた自然と卓越した技術で世界最高品質のフルーツをはじめ、数々の豊かな食材があり、極上の美味しさが育まれています。おいしい日本、岡山の一品をぜひお試しください。